YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。エクストリームツーリズム福島トークイベントをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日司会を務めますテレビ福島アナウンサーの田中沙穂と申します。どうぞよろしくお願いします。さあ今日はですね、福島県の沼尻温泉にある沼尻高原ロッジカフェ&アクティビティノーウェアからトークイベントの中継をさせていただいています。ここ沼尻高原ロッジは女性として世界で初めて世界最高峰エベレストと七大陸最高峰への登頂に成功しました福島県出身の登山家田部井淳子さんが愛した場所としても知られているんです。さあ本日はこの沼尻高原ロッジにエクストリームスポーツ界のレジェンドとして知られる皆さんにお集まりいただきまして、最近アフターコロナの旅スタイルとしても注目を集めているエクストリームツーリズムについてお話を伺っていきたいと思います。では早速今日のゲストの皆さん順番にご紹介してまいります。まずはエアレースパイロットの室谷義秀さんです。室谷さんは2009年3次元モータースポーツシリーズレッドブルエアレースワールドチャンピオンシップに初のアジア人パイロットとして参戦し、2016年千葉大会で初優勝、翌2017年にはワールドシリーズ全8戦中4大会を制しまして、アジア人初の年間総合優勝の栄冠に輝いたレジェンドとして知られています。さあ続いてドリフトの聖地恵比寿サーキットの社長でもある熊久保信重さんです。熊久保さんは2002年から世界中でドリフトを広める伝道師としてドリフトショーやデモランを開催する一方で、2006年と2012年には D1 グランプリチャンピオンを獲得、近年は世界中からドリフトを学びたいと来日する外国人たちのスクールも手掛けているドリフト界のレジェンドと言われています。続いて東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた福島県新地町の鶴子地区に2020年7月グランドオープンした新地パンプトラックで専任インストラクターを務めているプロマウンテンバイクライダーの高橋海さんです。高橋さんが所属する新地パンプトラックは舗装されたパンプトラックとして日本最大規模を誇り、マウンテンバイクなどの自転車競技のほかにスケートボードやインラインスケート、キックボードなどでも利用可能な施設となっています。また国際基準を満たすレースコースも完備され、2021年8月にはレッドブル UCI パンプトラック世界選手権2021予選の開催が予定されるなど、今世界のマウンテンバイクライダーから最も熱い視線が集まるコースとなっています。続いて最近まるで鬼滅の刃の無限城と SNS で話題沸騰中の会津の名湯芦ノ牧温泉にある大川荘の代表で、ここ沼尻ではエクストリーム温泉の仕掛け人としても活躍されている渡辺浩二さんです。今回渡辺さんにはエクストリームツーリズムを牽引する地元プレイヤーとしての立場からお話を伺っていきます。さあ最後となります。東北のインバウンドとアウトバウンドを活性化させ稼ぐ東北の促進に日夜努めているアトラク東北代表取締役後藤光正さんです。今回後藤さんには東北観光インバウンドの状況を俯瞰した観光コーディネーターとしての立場からお話をいただきます。早速なんですけれども後藤さんにお話を伺っていきたいと思います。このエクストリームツーリズムという言葉、まだまだこう馴染み深くはないのかななんて思うんですが、こちらの概要だったりですとか詳しくお話を伺ってもいいですか。エクストリーム自体の意味というところは、極限みたいなところがありますので、その一歩先を超える、想像を超えるようなところの部分にこうたどり着くための、いろいろなツーリズムの、アクティビティ体験というものができていければいいかなと
その中も、まあ、極限とは言いますが、多分静と動があって分かりやすいそのアグレッシブな部分もあれば、うん、何かこう内面的にちょっとチャレンジをして、普段この山行ったことないけど登ってみようとかやり始めるとかですね、自分の中での内面の何かの自己成長につながったり、まあ、そういったところを取り込んでいくところの大きい総称として、このエキストリームツーリズムというところをこう特にこの福島がですね出していけるといいのではないかということで、今我々もツアーを考えたりとか、まあ、そういうところの本当にまだスタートアップの段階かなとは思っています。あとはまあ温泉一つも、特に外国人の方にとってはそれも実はエキストリームな、特別な、入ったことがないような、人前でなかなか肌を見せない国もありますので、温泉に入るというのも実はエキストリームだったり、特にこの沼尻では山の上に温泉がありますので、まあ、そういったところに行って温泉入るというのはまさにエキストリームであったり、何かこう緊張を促すアクティビティをやった後にほっとする温泉があるというのが福島の大きい特徴ですので、まあ、そういったところに入ってゆっくりリラックスするのもエキストリームだと。本当に多種多様な、ま、広い意味でいろいろありそうですよね。今ね、静と動って話もあったんですけど、はい、まあ、我々結構動な方だと思ってて、まあ、見た目も激しめな感じだとは思いますよね。なかなか体験しにくい、スポーツだと思うので、まあ、これは本当にこう見て楽しんでもらうような人の方が多いのかなと思ってますけど、やっぱこれって僕らもその、ね、無謀無茶をしてこうやってるんじゃなくて、自分たちのこう限界を広げながら自分のこうできると思うその外一歩先へね進もうと思ってこうやっていることが、まあ他の人から見るとそういうふうにエクストリームにこう見えるんですけれどもね、まあ、こういうものを我々こう愛してて、自分がこうチャレンジするこうスピリッツを表現できる場所としてすごくこうエクストリームスポーツ愛してますね。まあ、私はレース場の方を経営しながらドリフトのドライバーとしても走ってるんですけども、やっぱりモータースポーツっていうくくりとドリフトがやっぱりエクストリームスポーツってなってるんですけど、実は言うとドリフトってモータースポーツの中で唯一日本発祥のモータースポーツなんですね。なのでやっぱそういう意味でやっぱそのドリフトっていうものが世界中にこう受け入れられて、でとにかくかっこいいクールだぜって、やっぱクールってみんな言葉使うんですけど、まあ、そういうモータースポーツだと思ってますし、いろんなその今後ねそのモータースポーツに入り込む上でも、まあ、ドリフト その面白さだったりインパクトっていうことで、まず誰もが入り込みやすい、モータースポーツだと思うんですね。見てすぐ感じることができるので、そういう意味では、ドリフトっていうものはまあ日本発祥のものであって、それがこの福島発祥ということでもあるので、どんどんこのドリフトっていうものを世界中に広めて、で今現在かなり海外の方がねこの福島を訪れて恵比寿サーキットでドリフトをされる方が多いので、もっともっと世界中に広めていきたいなと思ってますけど、はい、パンプトラックはまあ、室谷さんとか熊久保さんの、まあ飛行機とか車と違って、自転車とかスケートボードっていう結構身近にあるものを使って体験できる施設なので、小さいお子さんから、まあ、お年寄りまで様々な年齢の人が自分の能力に合った範囲で楽しむっていうことができるっていうのが、まあ、一つ魅力なのかなと感じていて、でそれぞれの人が自分のその能力やれることの範囲内でさらに一歩先にっていうふうに、毎回楽しんでいる様子を見ていると、これはもっと広げていけるんじゃないかなとか、ある意味なんていうんですかね、障害スポーツとかそういった意味でもエクストリームなんだけど誰もができる、誰もが体験できる、そういう切り口もまあありなんじゃないかなとは思っています。なるほど。僕は5年間以上もう必死に練習していた技があって、でそれはもう日本人で、まあ、マウンテンバイクでその技をやった人っていうのは、まあ、まだ1人しかいなかったって技なんですけど、まあ、1人目になれなかったらちょっと悔しかったんですけど、ただ5年間かけてであらゆる映像を見て自分の、フォームもチェックしてっていうふうにリズメで練習を重ねた結果、ある日突然公園でできたんですよ。なんだろう、違う世界に入ったっていうか、こうなんて言ったらいいんですかね、本当目の前が一気に開けたような、あそうやるんだ、こういう技なんだっていう動きなんだっていうのを理解できた瞬間に、一つやっぱり上のっていうか一歩前に踏み出せたような、まあ、その快感はやっぱり忘れられないですね。熊久保さんのドリフトタクシー乗せてもらったんですか、私も乗ってみたいんですよ。めっちゃ怖いけど絶対乗った方がいい、絶対体験した方がいい。ちょっと変わりますか考え方とか。もう
もうすごい2台でこう走ってくれたんですけどね、はい、でもう2台こんな10センチぐらいの間隔でこう横滑りながら走ってる小野さん普通に喋ってて全然関係ない話、飛行機の話さとか言いながらこうキーって言いながら走ってるこうで片手離したりしてポッと離したりして何なんだろうなこの人ちょっと変だなと思いました。まあ、あのドリフトで、ね、ぜひ体験した方がいいかなと思います。チャレンジする心、今でもこう歩みを止めないっていうのがすごく私今印象的だったんですけれども、そのチャレンジとこう旅行がこう掛け合わさってくるっていうことで、それでエクストリームツーリズムが出来上がってくると思うんですが、このお話について渡辺さんにお話を伺いたいと思います。渡辺さんのエクストリーム温泉なども仕掛け人として活躍されていますけれども、はいはい、この今後の未来というかどういうふうになっていくと思いますか？そうですね、結構、まあ、世界中でもそのアクティビティとかアドベンチャーツーリズムっていうのが今だんだん盛り上がってきていて、やっぱり皆さん何を求めてるかっていうと結構気づきだったりとか成長だったりだと思うんですね。旅の中で成長する、私も結構若い頃バックパックパッカーが流行ってた時に結構世界中旅したんですけども、やっぱりその時に体験したことっていうのが今の仕事にかなり役立ってるかなと思いますので、やっぱりその、まあ、ちょっと、まあ、コロナによって、まあ、そういった旅行の形態が変わってくる中で、まあ、その旅による成長っていうのが、求められる時代になってくるんじゃないかなと思いますね。その例えばエクストリーム温泉ということでありましたけれども、それはやっぱり福島だからこそできるその魅力の一つだなって思いますか？そうですね、エクストリーム温泉自体は私も登山やるんですけれども、登山で7時間とか登らないと入れない温泉とかがあるんですね。で結構日本中にそういう場所があって、私結構そういうところに入りに行くのが好きだったんですね。でまあその中でも3本の指に入るエクストリーム温泉がこの福島の沼尻にあって、まさにここですね、はい、もう20年前ぐらいから知ってたんですよ。まさかここと関われるとは思わなかったので、まあ、これはやっぱり世界に発信していきたいなっていう思いがあって、まあ、エクストリーム温泉っていう名前でキャッチーな名前でやらせてもらったんですけども、そのエクストリームツーリズムだったり、まあ、エクストリーム温泉も含まれるかと思うんですが、その最大の魅力ってどんなところにありますか？そうですね、本当にあと段階がまず選べるというところで、どうしてもエクストリームというと上級編みたいになると思うんですけれども、先ほど言ったようにいろんな形のタイプ、甲斐さんが言ったように自転車が乗れればここからできるとかもあるところも一つのポイント、要は上級編だけではないというところが、まあ、一つ大きいポイントでもあると思いますし、あと、まあ、アドベンチャーツーリズムなどは世界ではかなり大きいマーケットではあるんですが、日本まだまだ遅れていると言われているんですが、ですが振り返ってみるとこの東北福島は自然が豊かで、そういう山があり海があり、そういったところの部分からでそこに暮らしがあったりとか、そういったところの部分のこう異文化、今までやったことないことに触れるっていうのも実はエキストリームなのじゃないかなと。そういうのは特に海外の方にとってはですね、変えがたい体験、わざわざ行く理由にもなってくるというところがあると思います。やっぱり福島広いですし、せっかく、ね、日本に来てくださってる方々ですから、手前で泊まっちゃうのではなくて2日3日伸ばしていただいて、こう全部、ね、回っていただきたいなと思いますよね、うん、ということでですね、ここでもう一方ゲストにご登場いただきたいと思います。アメリカはロサンゼルスからリモートでのご出演となります、フォトグラファーのアントニオ・アルペンディアさんです。アントニオさんは本日のゲスト、実は熊久保さんと20年来のご友人ということで、恵比寿サーキットをはじめ福島県には何度も来てくださっているそうです。ロサンゼルスもね、本当に今コロナで大変なので、はい、元気そうでよかったですThank you You know, I love Fukushima Prefecture. The reason why I first came to Fukushima, maybe it was 2004 or somethingwas because I wanted to visit Ebisu Circuit because it was a very famous racetrack that I used to see in Japanese magazines and videos. But after I got to visit Ebisu, I fell in love with Fukushima in general. I got a chance to visit Aizu Wakamatsu and Tsurugajō and Kasumigajō and Bandai Asahi National yes. Park and Lake Inawashiro and the Momogari peach farm in Fukushima City, and
でこういうエクストリームツーリズムっていうのはやはりそのエクストリームを体験しながら長期でロングステイをするっていう、こう今までのこう旅行とは違った捉え方もできるんじゃないかなと思うので、はい。You mentioned that people stay 1 to 2 weeks, but I think it's longer, maybe 3 weeks, 4 weeks in Fukushima, because they want to drive and visit. You know, they're driving every day, and they go stay in Fukushima City or Koriyama or Nihonmatsu for a hotel stay, or even near Tsuchiyo Onsen. But every day, go out to eat dinner and go shopping. You know, buy some, you know, buy some things, clothes and things like that. So I think because of Ebisu, a lot of people explore all over Fukushima. 本当にアントニアさん、貴重なお時間いただきましてありがとうございました。Thank you very much. I can't wait to come back to Japan and Nihonmatsu. Thank you so much.さあ皆さんからこうエクストリームツーリズムの可能性だったりですとか期待というのをお話聞いてきて、本当に私福島ってこんなにこう恵まれている場所なんだなというのを今日感じました。そろそろ時間が迫っていますので、皆さんに今日の感想を伺っていきたいと思います。では順番にまず室谷さんからお願いします。はい、本当福島県ね、すっごい恵まれてると思うんですよ。僕も、まあ、レッドブルのアスリートで結構こういうエクストリーマーたち、友達いっぱいいるんですけど、いろんな分野の人がいて、福島には浜通りから海がありね、山が中通りがあって、まあ、いろんなバンプトラックもサーキットもあり、それで山があって雪も降るし湖もあるし、もう本当に何でもあるの で首都圏からも近い、本当にもう伝説の地になると思うんで、ぜひ推進していきたいなと思ってます。エアレースのあのことについてもちょっと一点伺い忘れちゃったなと思ったんですが、うん、はい、一度幕を閉じたエアレースですけれども、来年また復活すると聞きました。来年2022年に復活予定ですので、ええ、我々はまあそれに向けてチーム体制も整えてこう準備をしていきますし、このエクストリームツーリズムが盛り上がっていったらね、多分福島でレース開催ねするでしょうからね。はい、そうですね、まさに今村山さんがおっしゃったように、この福島県というのは本当に恵まれた土地で、私も本当世界中を見て回ってきて、エクストリーム全般が好きなんですね。でやはりエクストリームの聖地と呼ばれているところが、まさに今アントニオが住んでいる、カリフォルニアがやはりエクストリームの聖地と言われて、ほとんどのエクストリームスポーツの、プロ選手が、そこに、まあ、住んでトレーニングをしてっていうところなんですけど、実は、カリフォルニアってすごく大きいので、本当に端から始まれたら12時間とかそのぐらいかかってしまうんですね。ですけども、この福島県っていうのは実はほとんどが1時間圏内にあるんです。全てが集約されてて、でしかもその間に高速道路が全部走ってて、で海、シティモノサーキットだったり、もちろんBMX だったり、そして湖、そして山、全部のエクストリームスポーツができて、実はまだ実はここにはいらしてないんですけども、福島県にはですね、まだまだ実はエクストリームスポーツの世界チャンピオンが実際はいるんですね。すごいですね。で実はその何がすごいかっていうと、その福島県に世界のトップアスリートが、トップエクストリーマーが福島県に住んで、そこを拠点に練習をして世界を制しているっていうところが、やっぱ素晴らしいと思いますので、ぜひやはりこの福島県の良さを、もう多分世界に一つしかないと思うんです、こんな素晴らしい地域は。だからこれをやっぱり、まあ、これを機会にどんどん発信して、もっとこう福島を知ってもらって、でエクストリームを見にやりに来てもらいたいなと思ってます。実はさっきご紹介いただいたんですけど、まあ、今年の夏8月の末にですね、僕が、携わっている新地のパンプトラックでは、レッドブルの世界大会で予選が行われるんですけども、それが実はオリンピック の終わった直後なんですよ。なのでオリンピックに出場したBMX のプロ の各国の選手が来る可能性もありますし、見に来た人たちがそのまま福島に足を運んでくれるきっかけにもなるのかななんては思っておりましたので、まあ、そういった時に、まあ、こういうところで福島のいろんなものを見ていただければ、本当にこれこそがエクストリームツーリズムになるんじゃないかなと感じているので、ぜひそこでしっかり
今日できたこのつながりを、連携として残していければいいななんては思ってましたね。で本当今回あのエクストリームツーリズムというこの、何ですかね、企画っていうのは本当素晴らしいなと思っていて、あの福島県に点在するこれだけのコンテンツをに横串を入れて、世界に売っていこうという企画だと思うんですね。で本当にこれはあの我々にとってもすごくありがたい企画であって、もう本当に将来の観光に関して、期待しています。で今日あのエクストリームスポーツチームの、方々と我々ってすごく共通点が一つあって、レッドブルで、活躍されていると思うんですけど、我々もチーム赤べこなんですね。あ同じレッドブルで、はい、共通点があって、そうですね、やはりいろんな可能性を秘めてるなと改めて思いましたし、見て楽しむこともできるし、やって楽しむこともできる、この2つがあるというのはやっぱり大きい要素ですし、先ほど言ったように初心者からプロまでが楽しめるというところがあります。さてまだまだお話も尽きないところですけれども、そろそろお時間となってしまいました。本日は本当に皆さんお忙しいところ、貴重な時間いただきましてありがとうございました。またこのような機会を持てることを楽しみにしています。 YouTube をご覧いただいた皆さんも本当にありがとうございました。それでは皆さん、また会う日までごきげんよう。